BCS 養殖法の水槽の水循環はこのフィルターで行っています。この綿の中に住んでいる微生物が水槽の中の汚れを運んできた、このポンプから運ばれてきた水槽の中の汚れを食べて分解しています。一度ここで分解してきれいになった水がこちらでももう一度分解されてきれいになって水槽へと送り出されていきます。たったこれだけのことですが、効果はこの透明度です。うなぎも元気ですね。